ブルベル、ガスブローバ、ハンドガン、コルトガバメント。この動画に登場する銃器類は実銃ではなく、日本で購入可能な合法的な玩具です。ここは銀河の最果てにある、辺境の惑星、ゾウリムシ。知的生命体は存在しなかったが、空気があったため、数世紀前に外宇宙探索用の中継拠点として入植された。しかし、ハイパードライブ工法の開発により、中継拠点としての価値がなくなったため、現在はゴーストタウンと化してしまった。ここは、わずかに残っている入植者の街、ミドリムシタウン。その銀河警察駐在所にて。はぁ、暇だわ。チンコメンタルホテル突入失敗の責任を取らせられて、こんな田舎に左遷されてしまった。早くアンドロメダに帰りたい。どうすれば公安に戻れるのかしら。ジュディ、どうしたの？このガミ先輩は、私たち二人に作戦失敗の責任を押し付けられて悔しくないんですか？悔しいけど、それより荷物が届いていたわよ。やっと届きましたか。待ってたんですよ。何を注文したの？公安に戻れた時のために新しい銃を買いました。グロックでいいじゃない。グロックよりもストッピングパワーの大きなやつが欲しかったんです。まあ、ガバメントじゃない。これで悪党どもを根絶やしにしてやるんです。私も早く夫と子供のところに帰りたいわ。そんなわけで、これが新しく手に入れたガバメントです。アマゾンで9999円でした。ハードケースに入っていて、型番は723ってなっていますね。早速開けてみましょう。ガバメントですよー。ザ・銃という感じがプンプンします。今回のモデルはフロン仕様でフレームが樹脂製です。かっこいいですねー。カラーはブラックですね。グリップは樹脂製のダイヤモンドチェッカータイプです。マガジンキャッチを押すとマガジンは自重で落下します。付属品は予備のロービングノズル。クリーニングロッド。これだけかな？取扱説明書は入っていないようです。ああ、バレルブッシングレンチも入っていました。外観をチェックしていきましょう。オーソドックスな M1911 です。ハンマーダウンの音は SRC 製ガバと比べるとしょぼいですね。スライドを動かした時の音はまあまあです。刻印に関しては、スライドの左側面に印刷なのか、レーザー刻印なのかよくわかりませんが、印字されています。反対にスライドの右側には刻印類が一切ありません。マガジンはフロン仕様ですが、フレームは CO2 マガジンにも対応できるようになっています。CO2 マガジンに関しては次回使ってみたいと思います。ガバメントのブラックモデルは武骨な感じがしていいですね。シンプルな操作系も好感が持てます。重さを測ってみます。ガスの入っていないマガジン込みで 701g でした。空のマガジンだけだと 171g。ガバメント本体だけだと 531g でした。シングルカラムのスリムな銃ですが、そこそこ重量感があっていいですね。実際にガスを入れて撃ってみましょう。海外製のトイガンなので注入音もしなければ、満タン時の吹き戻しもありません。マガジンはフォロワーを下げると、ここから BB 弾を流し込むことができます。0.2g のプラスチック弾を使ってみます。弾は24発か、竜宮に詰めれば25発入ります。フロンでも問題なく発射しましたが、リコイルは弱めですね。初速を計測してみましょう。室温は 27.6 度です。それでは一発目。
73.2。フロンでもなかなかいい数字ですね。72.9。69.1。69.3。66.1。66.8。65.4。64.2。64.6。63.6。61.4。51.4、なんと12発、実質13発目を打ち終えた時点でガス欠です。先ほどはフロンガスを約15秒ほど充填したのですが、海外製の注入バルブはガスの入り具合が良くないようですね。マガジンはそんなに冷えた感じはしません。また15秒ほどガスを入れてみます。70.0。70台に戻りました。71.9。69.5。69.0。69.1。69.2。68.5。68.8。69.1。69.9。68.8。68.8。最終段を打ったところではスライドストップがかからず、その次の空打ちでスライドストップがかかりました。2回目のガス注入後は安定した初速でしたが、スライドストップが効かなかったのはがっかりですね。打った感じも、リコイルがガッツンガッツン来る感じはせず、かなりマイルドな感じです。CO2 マガジンを使えばかなり印象が変わってくるかもしれませんね。室温が高めなのでもうちょっとパワフルな結果を期待したかったです。グルーピングチェックや CO2 マガジンに関しては、今回は時間が取れなかったので、週末の時間のある時にじっくり確認してみたいと思います。というわけで、今回はダブルベルのコルトガバメントのレビュー1回目でした。また次回お会いしましょう。それにしても暇ですねー。ごめんください。誰か来たみたい。珍しいですね。銀河帝国警備保障の TT 伍長と申します。警備会社さんが何の用ですか？大変なんです。隣の銀行が銀河怪盗に狙われているのです。先輩、こんな田舎の銀行を？協力をお願いします。銀河怪盗あさってのジョーの襲撃予告を知ったこの神とジュディ。彼女たちは銀河怪盗を捕まえて、その功績を手土産に公安部への帰り咲きを考えていた。